未来からピグミン100をゲットしたぞ。早速やってみよう。これが主人公か。主人公リアルになりすぎ。二等身のキャラなんじゃないのかよ。100になるまでに何があったんだ。オーリマーがまた遭難してんのか。100回目か。100回目どんだけ遭難してんだよ。遭難しすぎだから、二度と外出るんじゃねえ。それじゃあ連れてくピグミンを選ぶか。どれに揃って全部一緒じゃないの。よーく見たらちょっとだけ色違う。今回総勢ピクミン500種類多すぎだから。多いせいで色も似たのばっかり。どれにするって言われても違いはあるのか。こいつが攻撃力5、こいつは 4.3、 こっちが 4.2、 こっちは 2.7。 だったら5連れてくよ。無駄に500作りすぎだから。他にはダイヤモンドとかいるのか。これはいいな。他にはハゲ？こんなのいらないよ。あとは気持ち悪いやつ？無理に500個作ろうとして変なやつばっかり乗ってる。100にはオッチンみたいなやつはいないのかな。めっちゃ強そうなやつがいる。こんな強そうなやつがいたらもうピグミンいらないから。あ、チャッピーが現れた。よし戦っていこう。うわ、ビーム入ってきた。チャッピーがビームって強くなりすぎたから、主人公に命中。ゲームオーバー。ピグミン100難しくなりすぎ。チャンネル登録よろしくお願いします。